久保さん、ガーシーは逮捕されない。なんかね、僕も知らなかったんですけど、まあ調べてみたら、なんか立花さんが、なんか見解みたいな感じで、まあ、なんかのニュースかな。まあ多分、まあ、逮捕はされないでしょう、みたいな。<laughs> そう、あの、なんですかねそそこ、そこまで行ってね、日本の警察が逮捕しないでしょう、みたいな。うん。なんかカルロス・ゴーも、まあ、まだあれらしいですね、僕も。 当時ね堀江さんが退団しに何か堀江さん対談してましたよねカルロス・ゴーンとなんかうん,なん,かなんかカルロス・ゴーンもなんか今逮捕されてないみたいですけどねうんだからまあ結局そ,そこの国にそういう国に行ってしまえば、まあ、手が届かない届きようがないっていうところですねまあ逆を言うとあの <laughs> ネットってすごいなと思うんですけど 別に、まあそういう状況でも、そこの国でいれば逮捕されず、しかも発信はできるっていうね。う発信はできるってすごいですよね。うん。多分ガーシーさんの強、あの、武器って発信だと思うんで、まあ多分発信活動は続けると思うんですよ。うん。それはどっかの、今、今何で発信してるか分かんないですけど、なんかの SNS のなんかの機能で発信はしてると思うんで。 YouTube がなくなっても TikTok、インスタもなんかいろいろありますからね。うん。すごいですね、インターネット、どこでも発信できるわけですからね。<laughs>